山本慎二と申します。まあ自分はもともとぐらいの喧嘩自慢の、まあ昔は喧嘩自慢だったって感じです。10代の頃で、まあ瓜田お前知ってる？俺のこと知らない。知らねえんだ。じゃあ俺とやろうぜ。おい、年齢が合わないじゃん。お前45だよ。お前こんなとこで先輩後輩みたいな話する。いやいや、やろうやろうよ。なんか杉並の看板しょってやったら面白いかなと思ってここに来た。俺新宿だから。え、杉並にちょっといたけど。おめえ杉並語ってんじゃねえかよ、この野郎。語ってねえだろ別に。あ、おめえはよ、俺が現役の頃いなかったんだよ。俺は20歳までしか不良してなくて。少年時代限定の不良とかどうでもいいから。いいんだよいいんだよ。それでアウトサイダーに出てただろみんな。話なんだよ。何ごまかしてんだよ。おめえはてめえ俺にタメ語使っといてくれるやるか。おい、全員やってやろう。おいおい、はじけよ。おい、てめえこんな野郎。偽物、お前のことに偽物とか言ってみる。お前いらねえから。俺からおめえが偽物なんだよ。いや、DJ コールされたじゃん。街中決めんなよお前こんなやつ。街中でやったらな、まあ、喋ってんなよこっち。いいじゃん、それどうっつか。勘違いすんなこの野郎。遊びじゃねえんだよ。俺は本気だよ。こっちで喋ってんだろこの野郎。こいつ何やお前。でも出るまで出るな。引っ込んどけこの野郎。ガキん時てめえに世話になんかなってねえ。当たり前だよ。俺に直の先輩なんかいねえんだよこの野郎。勘違いすんなお前。勘違いじゃねえよ。てめえなんか地元でめんどくさがられてたようなジジイだろ多分。ジジイよパー。聞いたことねえぞお前。なんかよ話長い。大麻払えよ。面白い。今日は俺タイマー張りに来てんだよ。勝手に張ってろそこら辺で。おめえとだよ。まあ、僕も川越証券行ったんですけど、またいじめてやろうかなって思ってます。お前川越だったの？そうだよ。あそこエリートじゃん。は？はじゃねえんだよお前。は？川越なんかお前エリートじゃん。だからなんだよ。お前エリートだなっつってんの。だからなんだっつってんの。かかってこいよ。いや、かかってこいじゃなくてやるんだよ。ああ逃げられねえからな。でねえこの野郎。逃げるわけねえだろ。お上等だこの野郎。ちょうっさいお前黙っとけ。まあ俺に言ってんのかお前、うん、お前にも言ってるから4人に言ってんねん。でまあ前に座ってる人ら言わせてもらうと、まあ、瓜田さんは隅だけ入れ墨だけかなと思ってて。お前喧嘩しに来てんだろ。何？お前喧嘩しに来てんの？喧嘩しに来てるよ。試合までの選手に登壇していただいています。お前なんかインスタライブかなんかどのこと言ってるみたいだけどな、一つだけ言わせてくれよ。俺はよ、確かにな、昔ほんとどうしようもなかったよ。頑張ってよ、格闘技に取り組んでよな、誰の連絡も取らないで遊びもしないで頑張ってやってるお前らに、俺はな、足向けるようによ、バカみたいに酒飲んでよ、どうしようもなかったよ。その時はな、俺はお前らのこと本当に応援してたし、合わす顔もなかったよ。だけどな、今の俺はな、あの時の俺と違うんだよな。それお前はな、知らねえかもしれねえよ。だけどよ、俺のな、この大会盛り上げようと思って俺なりに一生懸命やってるよ。そういう俺だってよな、いい年だから、お前から見たら滑稽に見えるかもしれねえけどな、俺は俺なりによ、よく考えて大会盛り上げようと思ってピエロになってんだよ。そんな俺の苦労も知らねえでよ、表面だけ見てよ、そういう風に言うんじゃねえよ人のこと。俺は自分の配信だったらお前のこと応援してるっていつも言ってるよ。男詐欺るだけだぞそんなの。まあ本当にただの俺はね、今一視聴者として見てて、昔あんだけね、まあ、仲良かったしお世話になってたし、瓜田君が、まあ、裏でね本当は素敵だっていうのも分かってたけど、申し訳ないけど、まあ、盛り上げようとしてるのは分かるけど、ちょっとなっていうのは正直俺も思ってましたよ。それがそのまま口に出ちゃいました。いいね、それ目の前に言ってくれるんだよ。それでいいからよな、配信なんかで言わないで、なんか俺にいつでも言ってこいよ、話聞くからよ。
な、悪かったじゃまして、おっす、すいません。それでは記者会見続けてまいります。ここからは第27